どうも、ドーズルです。今私はですね、ゴエモンチャンネル .com というクランにいます。今回はですね、イベントで、もう皆さんね、名前でわかるかと思うんですけれども、キヨキヨさん率いるゴエモンジャパン、と、あとですね、超絶援軍 .com さんとね、合同イベントを行っております。今ですね、3クランの、合同メンバーっていうのかな、サンクランから、いろんなメンバーが遊びに来てですね、で、日本戦を行ったんですけれども、なんとお相手がですね、あの有名な電光石火、ごめんなさい、電光石火ジャパン、石火って言ってしまった、電光石火ジャパン、秀康さん率いる電光石火ジャパンさんですね、と戦いが今始まりました。ちょうど今からね、開戦というところで、今ですね、対戦が始まったんですけれども、私ですね、まだ相変わらずキャンプの数が220と、いうことで、今回も全力で星2つを、狙いに行かせていただこうかなと思います。で、今回の編成はこちらですね、もう出来上がっているんですけれども、ゴレイズペッカで挑もうかなと思っております。今回こんな感じで大丈夫だよね。多分いけますよね。ちょっと不安なんですけれども、相手もまだ動きがないですし、まあね、一番って私がピシッと星二つ取って、みんなにね、ちょっと勇気っていうか、もうお前取れよって感じですよね。仲間からすると、もう220枠とか私だけなんで、ちょっとね、足を引っ張りたくはないので、このベースから星二つを頑張って取りたいなと思います。で、作戦としましては、そうですね、タウンホール結構外側にあるので、どうしようかな。12時方向から普通に攻めて、そうですね。12時方向から攻めていきたいなというところなんですけれども、やっぱレベルが高いウィザードとか迫撃砲があるとね、ウィザードが焼かれちゃったりっていうのが怖いですよね。ペッカもね、中心部に入れていきたいんですけれども、このペッカをね、入れると今度、あれですもんね、テスラが多分ニョキニョキっと入ってくるので、2、3本ね。それにやられちゃうと思うので、外周用のペッカもね、一応連れてます。で、結構嫌なのが、あれでなんですよね。ガーゴイルで削れるところが今回少ないんですよ。あ、でもこっちの面だったらガーゴイルです。削れそうですね。こことこことか。こことこことかはガーゴイルで削れそうなので、まあ、そこら辺はうまくやりつつっていったところですかね。はい。ということで、早速ですが、リアルタイムで攻めていきたいと思います。本当もうこれ失敗したらね、大恥かくので、まあ、恥っていうよりはね、クラン対戦、もう私が足引っ張りたくないので、しっかりね、勝ちを狙いに行くためにも、ここ一発目頑張っていきたいなと思います。お、相手一発目来てる。見てみましょう。あー、ライブリプレイすごい。おー、こっちも行った。おー、カラピさん。カラピさん、私が行こうとしてた32番を、堂々と行ってますね。クソ、マジか。私も行きたかった、ここ。カラピさんはヘビメタ攻めですかね。ゴリーズペッカ。じゃあちょっと私違うところを下見しないといけないのか。まあでも相手の援軍が何が多いかとかこれでちょっとは見れるんで、まあ良しとしましょう。ペッカを一気に出して、今のところヒーローが全くダメージを受けていません。いい感じですね。さあここでレイジで加速。やっぱりね、ウィザードとラバハウンドが出てきましたね。もうラバハウンドはやっぱ確定なんじゃないかな。かなりラバハウンド率は高そうですね、防衛援軍の。さあ、ここで、フリーズを使ってインフェルノタワーと、テスラを固めましたね。さあ、タウンホール破壊は余裕ですね。さすがといったところ。ただこれ、削り用のユニットあまり持ってきていないので、パーセンテージしっかりここから稼いでいかないといけないと、言ったところになってくるんですけれども、結構際どいですね。大丈夫でしょうか。バルーンを結構多めに持ってきたのが、おっと、さあ、ここで、クロークを発動いたしました。まあ、50% 余裕でいけそうですね。さすが。よし、いった。まだね、かなり、ゴーレムがね、体力が余っているということで、さあ、ここで黒バルを出して、あ、うまいですね。外周をうまく掃除して、さあ、ウィザードをね、最大限使って、どんどん削っております。私だったら多分 50% ギリギリだったと思うんですけれども、カラピさん 62% を稼いだ上、まだまだいけそうですね。
ゴーレムがまだターゲットを取っているので、うまくね、アーチャークイーンとウィザードが回ってるんですよね。まあ、同点になることって、タウンホール10の戦いではね、非常によくあることらしいので、このようにね、稼げるだけ稼ぐっていうのは非常にいい作戦だと思います。うまいな。不死身のアーチャークイーン。こんなに体力が少なくなっても、まだ君臨し続ける女王ですね、さすが。これはすごい。72% を超えた。73%。これ 74% いきそうですね。74% いきました。素晴らしい。お、さらにいく。おっと、アーチャークイーンが回った。さあ、76% ですかね。7%。おー、ラッキーセブンということで素晴らしいです。うわー、これ、私が言ってたら 50% ギリギリだったんだろうな。ということで、ちょっともう一個上の下見をしていきましょう。ここですかね。ここも多分いけるんじゃないかな。でも、アーチャータワーとかめっちゃ強くなってますね。35番行きたかったな。ちょっと待ってよ。ちょっとね、じっくり下見して今から攻めたいと思うんですけれども、ここ厳しいなぁ。私からするとここは結構難易度が高めです。どうしようかなぁ。援軍をさっきは釣ろうと考えていたんですけど、ここだったらもうどうせラバハウンドだったらね、釣らないっていうのもありだとは思うんですよね。タウンホール破壊は間違いなくできそうじゃないですか、雰囲気で攻めるんですけど、多分ね、タウンホール破壊は間違いなくできると思うんですよ。なんで、もういっそのことね、そうですね、ホグライダーを5体連れてるんですけれども、ホグライダー5体をやめにして、外周部隊を増やしましょうかね。そっちの方がいいかなと思います。ちょっと待ってよ。外周部隊を増やすとして、そうしましょう。外周で 50% 狙いに行く感じで。なかなかね、結構味方が言ってる。ちょっと私もですね、でもそっか。さっきエリクサーをですね、私ギリギリまで使ってしまったんですね。ちょうどキャンプに、さっきキャンプってかアーミーキャンプですね。アーミーキャンプアップグレードしたんですけれども、ちょうどギリギリまで貯めて使っちゃったんで、今5000エリクサーしかないのか。5000エリクサーだったら、ペッカが作れませんね。どうしようかな、これ悩むな。一応フォグライダーで釣りに行くっていう作戦も悪くはないと思う。ちょっと待って、33番とか見ていっていいですか。ごめんなさいね。ちょっと予想外のことが起きたんで。あ、でもここになるとタウンホールが中になるので、かなりきつくなってくるんですよね。うわ、こことかもうヒーローもカンスト近いですね。ほんと40、37になってくるんで、ここになると難易度がぐっと上がるな。やっぱ34番今のうち言っとくべきですかね。しっかり私が34番で星を2つ取ることが、まあ、重要になってくると。ちょっと待ってよ。ホグライダーを使って先にね、援軍をこう釣って、ポイズンを打つだけでもね、かなり援軍やわくなるので、その作戦でいきますかね。ここのベースさっきと違うのはガーゴイルが通る場所が少ないんですよね。あ、でもここ一辺ガーゴイルいけそうですね。ここ一辺ガーゴイルいけそうなんで、この3つの施設。あと、ここら辺もいけそうですね。ここら辺も。あ、でもここはもう最初に削りますもんね。ちょっと、ここら辺ならいけると。なるほど。大体掴めてきました。OK。この2つもガーゴイルで削れそうです。ということは、ガーゴイル少し多めに持ってった方が4体。もう少しウィザード1体減らして、ガーゴイルを1体連れていきましょうかね。これをいらなくして、ガーゴイルを作ると。これで多分ね、編成的にはいいかなと思います。はじめ、フォグライダー5体使って、このアーチャータワーを破壊しましょうかね。このアーチャータワーを破壊して、いけますよね、多分。アーチャータワー、あ、でもアーチャータワーここら辺強いっすね。だからこの攻撃は届かないから、この2つからだけですよね。だから5体で破壊して、援軍を釣り出すと。援軍を釣り出したら、すかさず、ポイズンを打って、相手の援軍のダメージ、相手の援軍の体力を削って、
12時方向から攻めていくという形でいきたいと思います。あ、ちょっと緊張してきた。大丈夫ですよね、多分。星2つなら、自分を信じて頑張りましょう。自分を信じて頑張りましょう。最悪だってもう、ここに、壁開け失敗したとしても、ジャンプをね、ウィザードトーンのとこに打てば、別に問題なくタウンホールを破壊できると思うんですよね。でそこで、OKOKOK。大丈夫。タウンホール破壊さえできれば、あとはパーセンテージ稼ぎなので、いけると思う。よし、じゃあ行ってきます。よし。頼む。頼むぞ、マジで。フリーズを、ちょっと待って、フリーズをね、打つ位置をもう一回確認しておきましょう。クロスボウとインフェルノタワー、この二つと、もしアーチャークイーンが出てきたときに、こいつも固めたい。あ、これ出てくるのかな？どうなんだろう。で、できればね、援軍も固めたりしたいですね。で、多分ここら辺に、この対空砲と迫撃砲の間にテスラが出てくるので、ここのテスラもね、固めれるなら固めたいけど、ちょっと厳しいかな。インフェルノまでは入らないですかね。OK。じゃあ行きましょう。こっち。ああ、緊張する。まずは、ホグライダーでね、アーチャータワーを破壊。で、この時に、ああ、テスラ出てきた。大丈夫かな？うわ、強っ。釣れないですね、これ。釣れないわ。余裕で釣れないわ。OK。慌てない。OKOK。悪くはないはず。おお、そっち行くか。援軍があらぬ方向へ。ちょっと待って、援軍凍らせて。やばいやばいやばい。ちょっと動揺しているな。よし、援軍をとりあえず凍らせて。これ援軍のポイズンがあれですね、固まらなかったっていうか、ポイズンに入らなかったのが痛い。クロバルが能力使おう。これで 29% か。多分大丈夫だと思う。まだ時間はゆっくりあります。落ち着こう、俺。よし。ここから回していって大丈夫ですよね。まずガーゴイルがいけそうなところを削っていきます。ここはいけなかったのか。よし。そして、バーバリアンキングで削れるとこを削って。テスラがね、邪魔ですよね。こっちからペッパー。オッケーオッケー、50敗いった。危ねえ。今怖かった。序盤かなり失敗しましたもんね。序盤かなり失敗して、すごく焦りました。オッケー、なんとか星2つ取ることが、もうほんとなんとかなんですけれども、星2つ取ることができたんで、まあ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 、よかったという感じで、ね、最悪の事態は免れました。かなり今焦ってたんですよ、僕。危ない危ない危ない。いや、やっぱね、冷静を欠くとダメですね。ということで、なんとか星2つ。怖えー。怖い。あー、死ぬかと思った。危ない危ない危ない。いや、ちょっともう一回ね、見直してみたいと思います。今ちょっともう本当にね、気が動転してました。やっぱね、初めてのタウンホール10のイベント戦なんですよ、これ。怖い怖い、マジで。
壁開けとかゆっくりできたんですけど、ホグライダーがね、すぐやられちゃうんですね、ここ。ここ5体使ってアーチャータワーが破壊できないとは思いませんですね。もしテスラが出てきても大丈夫かなって踏んでたんですけれども、読みが甘すぎました。で、ゴーレム3体でうまくターゲット取って、まあ、ウィザード出していったまではいいんですけれども、この後ですよね、アーチャークイーン出して、壁開けまでもね、しっかり落ち着いてできてました。ここはね、ゆっくりできてましたね。ここでしっかりね、破壊できてたので、それが後々良かったのかなと思います。このレイジもね、アーチャークイーンちゃんと入れて、タウンホールを早めに破壊できたんでね。で、このポイズンがちょっと遅かったんですよね。フリーズ打っちゃったっていうね。フリーズじゃない。フリーズじゃねえよっつって。フリーズじゃなくてポイズンが先でしょっていうね、やつですよ。で、援軍のね、レベルマックスペッカもこっちに流れちゃったんですよ。本当は中に入れるつもりだったんですけれども、それも流れてしまって、いや、良かったですね、ほんと。こんなひどい攻めして星2つ取って。危ねえ、マジ。これちょっとタウンホール中にあったらね、全然取れてませんよね。本来ならジャンプをタウンホール近くに置いて、ゴーレムをね、インフェルノタワーとクロスボウの方向に向けようと思ってたんですけれども、呪文の順番がね、全然でした。まあ、あんまり言うとね、こう、後からぐじぐじうるせえよってコメントが来ちゃうので、まあ、これぐらいにしときましょうかね。まあでもね、やっぱね、タウンホール10ってかなりその、やることが多いので、その、思い描いてたやつと違う行動をしちゃった時にすぐテンパっちゃうんですよね。まだ慣れていないっていうのが非常に大きいんだと思うんですけれども、あ、このウィザードとかもったいないことしてますね。ウィザードの使い方もちょっと考えるべきでした。これギリギリの戦いでしたね、ほんと。外周用にね、バーブリアンキングとペッカを取っておいて正解でした。取ってなかったらもう中で焼き切られて終わってましたね。ということで、なんとかね、ギリギリ星2つ取ることができたんで、1回目の攻めは良しということで、ね、2回目の攻めも頑張っていきたいと思います。今戦況どんな感じでしょう？ポチッと。今のところ、お、いいですね。こっちは星2つ、4つ、4つとも星2つで埋めれてて、今誰か言ってますね。あっちは今3回中1回しか星2つ取れていないので、今のところいい感じと、言った感じです。ただですね、今回、ただ星の数だけじゃなくて、バトルは。今回ですね、相手の、電光石火ジャパンさん。ごめんなさい、噛んじゃいます。電光石火さんはですね、対策陣で挑んでるんですよね、すべて。つまり、星3つ取られにくい陣で挑んでます。対して、こちらは、対策陣じゃなくて、普通の陣で挑んでるんですよね。で、普通の陣っていうのは、星2つ、以下に抑える力っていうのはあるんですけれども、星3つ取られる可能性は十分にあります。なんで、星1つで抑える能力っていうのはこっちの方が高いんですけれども、星3つ取られちゃう可能性があるということで、全然ね、序盤の、動きとかはね、まだまだ、今後の勝負はわかんないということで、頑張っていきたいなと思ってるんですけれども、今こちらのドラえもんさんがですね、攻めております。ドラえもんさん5レ6編成ですね、ゴーレムかなりたくさんいます。まあ、ゴーレム大量にいるこういった編成はですね、アーチャークイーンのレベルがやっぱ40ないとね、個人的にはかなり厳しいかなとは思っているので、やっぱ火力がアーチャークイーン頼みってなってしまいますからね。まあでもこれ結構アーチャークイーン逸れてるのに星2つ余裕で取れてますね。私もゴーレムのレベルが上がって、ウィザードのレベルが上がってね、ヒーローのレベル上がってきたらこういった戦術もやってみたいなと思いつつ、とりあえず今はね、さっきみたいな、もうほんと外周用のやつを持っていって、星2つなんとか取るっていうのが精一杯ですね。お見事、星2つ。ということで、序盤は滑り出しなかなかいいと思うので、こんな感じでお送りしていきたいと思います。また、このクラン対戦の様子は、動画でね、お送りしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。